AGM-69、ASRM-SRAM a、GM、AS は、冷戦中期に、アメリカ空軍が運用していた、空対地ミサイルの一種で、核ミサイルに分類される。日本語では、短距離攻撃ミサイルなどと訳される。正式名称 AGM-69。SRAM 短距離空対地ミサイル冷戦初期、戦略爆撃機に搭載された、核爆弾は自由落下式のものであり。 母機は攻撃時に目標上空を通過しなければならず、母機にとって核攻撃を前提とした紹介任務は極めて危険なものであった。初期は高高度を飛行することによって迎撃を避けていたが、やがて戦闘機や地対空ミサイルの性能が向上すると悲劇追の危険性は再度高まった。このため目標から離れた場所より発射し自力飛行する。 核爆弾、すなわち空対地ミサイルの AGM-28、ハウンドドッグが開発されたものの、サイズが非常に大きく、胴体の爆弾層に収めることは到底不可能で、巨大な B-52 をもってしても、主翼下に2発しか携行できなかった。SRAM は、一発の重量が1トン程度と、 ハウンドドッグに比べ非常に小型軽量化されており、B-52 の爆弾層内のロータリーランチャーに8発、主翼カパイロンに12発も携行することが可能であった。しかし、エンジンとして個体ロケットモーターを用いているため、射程が 160km 程度と、AGM-28 よりは短かった。開発開始は1964年であり、 1969年に発射試験が開始された。1972年から配備につけられ、1975年までに約1500発が製造された。B-1A 向けに改良型の AGM-69B も計画されたが、B-1A 計画の中止とともに、AGM-69B の開発も中止された。冷戦の緩和、終結及び、 機器の老朽化に伴い、1990年に退役した。後継の AGM-131、SRAM2 も1991年に開発中止となっている。世界の傑作機ナンバー31ボーイング B-52、ストラトフォードレス、文林堂2002年 ISBN978 から48億9319万284。 コンプリートリストオブオール US ニュークリアウェポンズ、ザ・ニュークリアウェポンアーカイブ、2007年7月29日、閲覧。ありがとうございます。